21年ぶりとは私もびっくりいたしました。あっという間の21年やったなと思っております。この20年の間に京都祇園の方も随分世代が変わりまして、立ち方の方で言えば私の世代が一番上ということになりました。昔の積み重ねた芸というものには及ばないことがあると思いますけれども、その中で番組も以前にしたものもやはりやってみようと、伝承されたものをご覧いただくということと、舞踊の演目じゃございませんが手打ちというのが祇園に伝わるものとしてございます。私たちの井上流の伝統以外に祇園の伝統というものもご覧いただきたい。やはり女性ばかりでつないできたということが一番大きなことですね。それと京都の風土というのがあまりこってりしたもんというのとちょっと違うんですね。そのお客様との間の空気みたいなものを大切に、馴染んでいただければ、噛めば噛むほど味わいがあるかなというような、そういう楽しみ方をしていただきたいと、特に地唄舞なんかはそうやと思うんです。とても芸妓らしいものということで言えば、襟裏返しという祇園の芸妓の正装みたいなものと、普通の時の芸妓さんの島田の姿とか、そういう形の違いを、同じ芸妓の風俗でも形の違い、それから黒紋付きを着る場合、色紋付きを着る場合と、そういうものをご覧いただければ、少し祇園の世界にも浸っていただけるかなというふうに思っております。何卒これから先の京都祇園のこと、井上流のことを含めて見守っていただくお気持ちで、ご覧いただきたいと思っております。